あの忍者役初めて <laughs> <laughs>、まあ、楽しませていただきました <laughs> マリコの恋人マサヤを演じられました竹内豊さんです <laughs>、えーうん え皆さん、えー、こんにちはあのー、本日は本当にえありがとうございます、えー、ようやく初日を迎えることができました、えー、短い間ですけれども、えー、どうぞよろしくお願いいたしますまさに自称忍者の姿を皆さん見ていただいたばかりになります、ええ、皆さんいかがでしたか <laughs> <laughs> ありがとうございます今回の役は何かご自分で準備したこととかございますか いやえっ、ー、と役作りとかそのその忍者の練習はもう当日ぶっつけ本番という形でしたねあの忍者役初めてだったので <laughs> まあ,あの最初お話しいた,だいた時に現代劇で忍者ってどういうことだっていうのは分からなかったんですけど、えー、あのとてもあのまあとてもあのまあ 楽ししまませていたただきました <laughs> どうですか竹内さんあの伊藤沙莉さんと共演してみて、はい、どんな印象がありますかえとあの、まあ、私がクランクインした時っていうのはもうすでに撮影は始まっていてで途中でこう現場にその参加していくって意外とその出来上がってる現場の中に入っていくのってあのちょっとこう力が入ると言いますか。 あの緊張するというかねでも伊藤さんがもう本当に現場のこう空気をあのすごくこう和ませてくださるすとてもニュ,ートラルのニュートラルな方なのであの本当にこう何の構えることもなくもう自然とこう溶け込んでいくことができたというか、えー、あの本,当に本当にとてもいい。 撮影現場でしたた、ね、か、はい、さんとの、ね、共演もどうでしたか、はい、<laughs> 最初、た多分初日、竹内さんがいらっしゃって初日がサンドウィッチマンの姿であのカール・モールに入ってくるシーンだったので <laughs> 似,合う似合うのが不思議でしたねあ、似合っちゃうんだなって思ってやっぱり何でも似合うんだなって思ってそれは衝撃的でしたね。 はい、探偵マリコなんですけれども、まあ、マリコはこうみんなから依頼されて何かを探すっていう、ね、役回りでございますで映画自体もその物語でございますけれどももしもです探偵マリコさんのお店にこう行ってこう行ったとします皆さんが何かこうどんな依頼をしたいのかで依頼することもしないとしたらどんな話をしたいのか相談したいことって何かありますかっていう質問をしてみたいと思いますでは竹内さんはいかがですか いや、そうですね。あの、まあ最近あまり聞かないですけどね、あの土の子を探してもらったり。土の子って知ってるかな。どうですか。横にいる二人は土の子は知ってますか。知ってます。先生ははい。あ本当。いますけど。こんなん。いや。ですよね。あこういうやつです形は。 <laughs> 竹内さんはなぜ土の子にこだわっていらっしゃるんですかいや別にあのこだわってるわけじゃないんですけどね <laughs> あなんかそのまあ今日こういう場で、えー、何かその質問を考えなくてはならないっていうことで何,何を探してもらおうかなんて考えていてであの動物の動物すごい好きなんでそういえば。 一度でいいからもし存在するなら見てみたいなみたいなあこれはもうちょっとマリコに探してもらおうみたいなマリコだったらなんとか見つけてくれるかもしれないみたいな。